はい、どうも、ラギです。今日はね、小学生の時から友達の秋元くんと今現在進行形で遊んでるんだけど、前の怠慢でお母さんからなんか怒られてた秋元くんですね。まあ、今日も遊んでますと。あの人ね、結構騙されやすいんだよ。人のこと疑わないから、騙されちゃって結構ね、これから生きていく上にあたって、もしかしたら、まあ、騙されやすいって結構やばいじゃん。だから今日は俺がね、あいつ騙す。ドッキリ。口ドッキリなんだけど、まあドッキリかましていきたいと思います。内容なんですけど、まあパブロで鬼ごっこします。4対4でやるって言っといて、まあ結局、7対1。彼の味方が裏切って、7人が秋元くんのことを追います。だから鬼が7人で逃げるの1人。結構もう、やばいよね。危ないよね。もちろん、鬼側は全部ヒレオくんにします。7人のヒレオに追いかけられる、秋元。秋元くんみんなパブロで鬼ごっこで、秋元くんはパブロ使って逃げて。うん。はい。了解。もう何があっても、その3分間鬼ごっこするから。え、死んでも逃げていいの？死んだらダメ。とりあえず逃げ続けて。もう3分間何があっても逃げ切ってね。じゃあ真剣勝負しよう。いいよ。俺喋んないから秋元実況して。いや大丈夫大丈夫。ちょっと実況して。俺ミュートにするから。で一人で喋るから。僕はミュートにしました。あと秋元一人で喋ってるだけです。でみんなひろくんだからどんな反応するかまず楽しみですよね。まあこうなるじゃん。秋元以外。ええ。こうなるじゃんやっぱ。ひろくんなの。びっくりしてるびっくりしてる。やだ。びっくりしてる。しかもヒレを味方に追われるからね、あいつ。いや味方に追われてるから、あいつ多分味方に追われてると思う。こいつだ。ほら。ちょっと、行こう。あっちまで行こう。何が行われてるのかわからないから、とりあえずあっちまで行こう。あ、秋元どこだ。しゃあなく逃げて、味方から逃げてる。味方から逃げてやがる、あいつ。これ何？接待ゲーム？絶対にね、なんか、勘違いしますよ。違います。あなたを倒すためにみんなヒレオなんですよ。逃げてる、逃げてる、逃げてる。この量はやばいだろ。すいません。この量はやばいだろ。めっちゃ謝ってる。言ってない。ごめん、なんか落としちゃった味方。あー、逃げてる。ちょっとなんか上から見たいな。どうなってんのこれ。やだ。味方に追われてんのよ。さすがに。ただわ。どこ行った。これじゃん。逃げてる。一人で逃げてる。一人で逃げてる。ちょっとレール使わせないように、ちょっとレールを俺が使おう。行った。これだ。ちょっとなんか味方のヒレオと、いや、違う、敵のヒレオと当たっちゃう。めっちゃ逃げてる。ついてくんのやだ。そういう鬼ごっこだから。ついてくるやろ。あいつ、マジで真剣になって、何も喋らなくなったぞ。あ、やべ。落とせ。うら。待て。あ、くそ。そこいる。あー、インガラガレちゃった。いて、死ぬ。やべ。謎ゲーだった。まさか味方に追われるとは思ってなかったでしょ。お前以外みんな敵だよ。秋元以外みんな敵。なんとかしてさ、うん、振り切ろうとしたんだけどさ、最後ちょっと引っかかっちゃったね。